今日リリカ人生史上初のダンスレッスンとやらに行ってきました。イエーイ、ペレレレペレーン。行く前はね、言うて大変だけど、なんとかなるっしょってやっぱ思ってた。軽々しく思ってた。でもね、いやーちょっと想像をはるかに超える大変さでしたね。いや今日は、まあ、完全にソロの練習だったんで。そうで、まあ着いたらすごい、あーリリカさんこんにちはって言って、あの超ギャルい姉ちゃんがそう来てくださってまして、そうで最初ね、着替えてくださいって言われたから、あのもうウキウキしながら破壊光線の洋服を着、そして、靴下もあの真っピンクのデカヌちゃんの靴下を履きまあ練習始まるやん。まあ、リリカ正直全然ダンス自信ないからもう素直に言ったの。多分リグロスの中で一番やべえのはリリカです、よろしくお願いしますってそう言ったんだけど、だからまあちょっとね、先生も身構えたのか、すごく優しくね、丁寧に教えてくださったんですけど、まあ、じゃあまずはストレッチからみたいな感じで、そうストレッチをねさせられたんですよ。でもさせられたとか言ってやばい、嫌な気持ちにじみ出ちゃった。ごめん、させていただいたですね、ごめんなさい。させられたとか言うのは良くないですねまあさせられたんですけど、なんかまあいろんな体のね、いろんな場所をなんか伸ばしていきましょうみたいな感じで、そう体を伸ばしたんですけど、なんかね、もう絶対伸びちゃいけないとこ伸びてると思う。なんか人体、そう人間の体の構造的に、あの絶対ここが伸びるのはおかしいと思いますみたいな、これ以上ここが伸びるのはおかしいと思いますみたいな箇所を、もうなんかめちゃくちゃ伸ばさせられるんよね。そうで、まあだいぶね、いっぱい練習してるうちに、なんかじゃあね、ちょっとまあ質を一つ例に挙げるなら、まあ足を伸ばしてこう手をね、その足側の方にペタンってして体を折り曲げてくださいって言われて、で気持ちのいいところで止めて大丈夫ですって言われてで私他に、いやそんなとこないんですけどみたいな気持ちのいいところどこにもないです、ずっと痛いです、どうしたらいいですかつってずっと痛いです体のあちらこちらがずっと無限に痛いんですけど、何ですか気持ちいいって、そんな感情一切湧いてこないですつってさそう、でもなんか先生、でもね、なんかリリカもともと音楽やってたんだよ。ピアノとか、そうサックスフォンとかやってたから、そう結構だから、その質問とかもされて、うん、もう VTuber だって知ってるからさ、リリカが、そういろんななんか質問されて、今まで運動とかってどれぐらいやってましたとか、全然やってませんつって全然やってませんそう、でもリズム感があるから、なんか音楽やってた人だと、そのリズムを取ったり、その裏拍とか、そういうのが多分感覚でわかるから、筋はいいって。そう、体はついてきてないけど、筋はいいって。褒めてもらえた。すごいでしょ？ねえ、筋はいいんだって。頑張ってるんだって。痛いところしかないけど、気持ちのいいところはどこにもなかったけど。それを褒めて、いや、褒めて、ね、やめて。褒めて伸ばすじゃないの、違うの。本当に褒めてた。本当に褒めてた。だってね、だってね。だって、螺鈿がリリカの前に、まだリリカ二人目らしくて。そう、螺鈿がリリカの前に、あの、レッスンこの間やったらしいんだけど、そう。なんか、でもリリカが一番ダメでしたよねって言ったら、なんか、あ、いや、まあ、別に。ラデンちゃんもやばかったよみたいなリリカとラデンは仲間ラデンもやばい仲間ういでも決してラデンの方がダメとは言ってなかった。心配しなくていいよトントンみたいな感じだったそうでもなんか番長だけは、やっぱ、あ、てか二人ね、いるらしいんだよね、その経験者が。まあ、多分、奏と番長のこと、
あ、でもどうだろう、青くんと番長のことかな、わかんないんだけど、うん、なんかね言ってたよね、かなでがコラボした時にさ、なんかやったことあるみたいなこと言ってた気がするから、そう、だから番長がまだどうなのかわからない。リリーダーデーはあります、リリーダーデーはありますよ、二人ともヘタッピコンビあります